はいどうも、タキンです。ストレッチの4週間は終わりましたけども、もう肘をつくためだったら手段は選ばねえぜということで、もう今までやったやつのすげえ効いてるやつをねやってます。これ一番効くのこの壁また割り、これがなんか一番ここバキバキくるんで、とりあえずこれやってますね。いやーいいですね、これ効きます。あと何あれ、こうあタオルのねやつとかもやりました。さっきもうね、とにかく何日で4週間で肘つけようコーナーから今度は何日で肘つくかコーナーにもう移行してきますんで、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。あ、4週間で終わっちゃったと思った人、肘つくまで諦めませんのでぜひね、皆さんもね、あ、俺もダメだったっていう方とかもね、いらっしゃいましたんでね、やっていきたいと思いますよ、どんどん。そして、デフロックの次のライブが四季の里ですね、四季フェスという、イベントになりますね。そこ結構ね、出演人数も多くて、なんとバンドステージとアコースティックステージとこう2ステージに分かれるそうなんで、ぜひね、もうめっちゃすげえ、本当に音楽フェス、しかも無料ということで遊びに来てくださいということで、肘つくかな、今日やってみっか、よいしょよいしょ。ではでは、もうね、さっきからいろんなやつねバキバキやったんで、いきますよ、せーの、でーん、はい、全然つかねえ、はい、全然つかねえってことで毎日やってきますんで、一緒に頑張っていきましょう。それではまた。